皆さんこんにちは、小紫まゆみです。今日は人を集めるとき、集客するときのタイトルの重要性についてお伝えしたいと思います。タイトルというのは、例えばあなたが開催するセミナーやイベントのタイトルですね。Facebook、私も活用しているんですが、 Facebook でイベントを、企画したり、セミナーを企画したりした時に人を招待します。私もですね、毎日のようにいろんなイベントやセミナーに招待されるんですね。通知が届くわけです。こういうイベントにあなたが招待されました。そこにはタイトルしか載っていないんですが、もうそのタイトルを見ただけで興味がなくなる、そしてうわっ、思わずクリックして詳細を見てみたくなる、そういうタイトルの付け方一つでこちらの行動が変わってしまうという事実があります。例えばですね、タイトル、こういうタイトルは NG です。ビューティーエクササイズスタートアップセミナーにあなたが招待されました。ビューティーエクササイズスタートアップセミナー、よくわかりませんよね。こういうタイトルだとですね、ビューティー、美容関係かな、エクササイズ、運動かなって思いますけれども、その他にも山のように美容とかね、綺麗になろうみたいな、エクササイズ関係、運動関係の、そういったフィットネス関係のイベントもあるので、その中に埋没してしまうわけですよね。で、じゃあその時にどういうふうに差別化すればいいかというとですね、このタイトルに一工夫するわけですね。例えば1日5分食事制限なしのエクササイズで10キロ痩せたとかね、そういう、こういう変化がありました、こんな効果があるこのイベントというふうに、そのイベントで得られるメリットをタイトルに付け加えるだけでも、ぐぐっとこちらの興味がそそられて、ちょっと見てみようかなという気になるわけですよね。特に横文字は気をつけた方がいいです。ビューティーエクササイズとかね、人によって解釈がいろいろですので、ほとんどの方はスルーしてしまうんですよね。ですので、あなたのそのイベントやセミナーに参加した人が得られるすごいメリット、できるだけすごいメリットというのを、やはりその、タイトルに、付け加えて、相手の気持ちを、関心を引きつけるという努力を忘れないでいただきたいと思います。今日はセミナーやイベントのタイトルの付け方、タイトルの重要性についてお伝えしました。小紫まゆみでした。